あのー、昨日、おとといとですね、僕、お邪魔女ドレミのお話をさせていただいたんですね。元はといえばですね、YouTube にアップされていた、お邪魔女ドレミのですね、お邪魔女カーニバルっていう曲をですね、インド映画のダンスシーンに合わせた、そういった映像が素敵すぎるっていう、そういうお話からスタートしたんですけれども、それで僕、Twitter の方にですね、もうお邪魔女ドレミの、えっ、ー、と、曲にハマってますっていうか、ハマってますっていうか、それ昔からその曲はいいなと思っていたんですけども、それがずっと と、最近ループしてますみたいなことを、あの、やいたんですよ。もう何の狙いもないですよ。ただただ本当につぶや、つぶやくないよっていう話な、いい年、こいて何つぶやいてんだよっていう話なんですけども、なんかつぶやいちゃったんですよ。<laughs> お邪魔女トレビの曲、お邪魔女カーニバルに、がループしてますみたいな、年中無休ですみたいな、しょうもないツイートをしてしまったんですね。 で、文字ですから、音声と違って、あのー、まあ、当然、字が出るじゃないですか。で、僕、そこでね、おじゃ魔女ドレミをですね、おじゃが、えっ、ー、と、ひらがなで、で、まじが漢字で、ドレミカタカナで、で、おじゃ魔女ドレミが、もう年中無休です、みたいな感じで、つぶやいたところですね、えっ、ー、と、お客さんの方からですね、西野さんと、おじゃ魔女のじゃは、カタカナですって怒られたんですよ。<laughs> 確かに僕、おじゃ魔女のおじゃって、僕ね、全部ひらがなで書いてたから、 で、あ、そうでしたかっていうことで、すいませんって言ってね、また訂正したんですよ、僕。お、なるほど、ジャーはカタカナなんだな。で、おじゃまじょでドレミって、あのー、書いたところですね。またお客さんの方からですね。西野さん、いい加減にしてください。ドレミは、ひらがなですって言われて。<laughs> すいません。あ、おじゃのジャーがカタカナで、魔女は漢字なんだけど、ドレミは、 カタカナじゃなくて、これ、同霊見て、これ、ひらがななんですね。ですいませんって、謝罪させていただいたんですけど、僕、あの、こんなこと言うのはあれですけど、僕41歳ですよ。なんでお邪魔女ドレミで、2回も謝罪しなきゃいけないんですかいや <laughs>、まあまあ仕事忙しいんですよ。あのー、 俺別にメディアであんま見ないけどって思われてるかもしれませんが、朝からずっとですね、翌朝まで、まあまあずっと働いてるんですよ。まあまあ忙しいんですよ。で、結構頑張ってる方だと思うんですよ。お仕事に関しては。あの、プライベートはもうズダズタですけども、お仕事に関してはまあまあ頑張って、まあまあ結果出している方だと思うんですけども、なんでお邪魔女ドレミのさ。いや、それは作品に対してそういうのは良くないですよ。だから、わ悪いのは僕だってさ、わかってますよ。ただ、なんでお邪魔女ドレミで、僕、人前で、2回も謝罪しなきゃいけないですか すいません。あの、ジャワカタカナだったんですね。すいませんって謝ったと。すいません。ドレミはひらがなだったんですね。すいませんって。もう41っすよ。いや、家族とか子供とかいなくてよかったわ。もう嫌だわ。自分の父ちゃんがお邪魔女ドレミで2回も謝罪してたら。<laughs> あのー、今後も僕はお邪魔女ドレミ。最近ちょっとうっすらね、あれこれ危ないなと思ってるのが、 お邪魔女ドレミの僕のイントネーション合ってんのかっていう。要するに、タマプラザ、タマプラザみたいなところで間違ってしまったことで、なんかイントネーションおかしいですよって注意僕受けたんで、僕もしかしたら今お邪魔女ドレミのイントネーション間違ってるかもしれないですよね。で、ここでね、西野さんお邪魔女ドレミのイントネーション間違ってますって言われたら僕も、お邪魔女ドレミで僕3回謝罪することになってしまうんで、間違っててももうそこは、そっとしておいてください。なぜなら、41歳だからです。西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。